小林製薬株式会社は、大阪市中央区土正町4丁目に本社を置く、医薬品と衛生雑貨の企画、製造、販売を行う日本の企業である。緑会の会員企業であり、三和グループに属している。コーポレートスローガンは、あったらいいな、を形にする。創業者の小林中米が1886年に、愛知県名古屋市で小林製大堂を開き、雑貨、 化粧品、洋酒の販売を始める。2年後には、薬品卸し部門を設立し、タムシチンキ、太マ丸、ツイタチ丸などの薬品の販売を開始。1919年には、大阪に進出し、本社を設置した。その後、1956年に改装。後に、アンメルツ、ブルーレッド、サワデー、トイレその後に、サラサーティ、ネツサマシート、フェミニーナ、アイボン、 消臭元、ケシュミン、ナイ内視ールなどの製品を開発し、テレビ CM の放映も、相まって、ヒット商品となる。武田薬品工業、塩野義製薬等、医薬品製造企業の本社が集まることで有名な、大阪、土壌町に本社を置いているが、在販医薬品メーカーでは珍しく、事業としては、医薬品よりも、衛生雑貨関係の印象が強い。 株式の上場は1999年と比較的最近であり、現在は当初一部に上場している。製品開発において非常に小回りの利く企業の一つとしてその名を知られると、共にユニークなネーミングが関された商品を多数持つ。2000年代に入ると他社が発売していたブランドを取得し、キムコ、イージーファイバー、プリティ、小林製薬の途中茶、命の母。 マミアアロエナンコ A、ビスラットゴールド A、オードムゲ、ガン薬7服、ヘモリンドが順次自社製品となり、販路の拡大や自名度の向上に貢献している製品もある。2001年に使い捨て回路メーカーである、切り前科学を子会社化したのを皮切りに、2006年にはマミアアロエナンコ A をはじめとするアロエを使用した製品の製造を行っているアロエ製薬を子会社化。 さらに、2013年には、六陽製薬とジュジュ、化粧品を参加とし、2014年春に、スキンケア事業部を新設。2016年8月には、米国の外洋省エンチン通剤と化粧品の、製造販売会社ベルリン社とその子会社ペフェクタ社を、完全子会社化した。ほか、2019年12月期までに中国などに300億円の、M、M&A 投資を行うとしている。 同盟、または近似の会社名を持つ企業がいくつか存在する。バスタニックやモスノーで知られた小林農業はもともと無関係な会社だったが倒産後に同社が引き継いだ。ただし、医療用医薬品会社で日清オイリオグループ参加の小林製薬工業とは無関係で人的な資本は一切ない。また、風邪薬、ヒストミンで知られる小林薬品工業とも 無関係である。同社が1993年に発売したキズドライは当初、傷口を洗浄した後に使用する胸の周知が不十分であったために、傷口を洗わずに使用して可能などの副作用を生じたとの苦情が国民生活センターに複数寄せられた。さらに1997年末には、 神奈川県横浜市の開業医グループから学校へ傷ドライの使用を止めるよう要請が行われている。これらの状況から1997年冬に当時の厚生省医薬安全局は同社から事情説明を受けた後に使用者が傷口を十分に洗浄してから利用するよう表記を改善することを指導した。これを受けて同社は水洗いを促すパッケージへの変更と CM での周知を行った。その後、処方変更により、新、傷ドライへ改名され、現在も発売されているが、使用前に水洗いを行うことを促す、パッケージデザインは踏襲されている。ライオン、顔と同様、外国人への配慮として、パッケージには、商品カテゴリーの英語表記がなされていると表記される。同社が、大阪市内の複数の病院に依頼し実施した。 肥満薬の臨床試験について実施した病院が被験者の身長を偽り肥満度を上げるなどの改ざん工作を行っていたことが発覚。治療の条件を満たすために行われた可能性があり、同社ではこれらの病院に対し法的手段を含めた対応を取りたいとしている。試験の業務を委託したサイトサポートインスティチュートはデータ改ざんを認めた。2011年7月24日の 地上デジタルテレビ放送への完全移行後も CM については HD 制作の CM は一本もなかったが同年8月から放映されている女性保険役命の母 a アイボン・ダブルービタミンの最新版 CM から HD 制作に切り替え以降に新規あるいは最新版として放映されている CM も HD 制作となるまた2014年からは 当社のスポンサー枠で関連企業のテレビ CM からは、切り倍科学にも拡大のテレビ CM の放映も行われており、スポンサー枠すべてがグループ会社分のみで割り当てられる場合もある。この他にも3ヶ月限定や集会スポンサーにつくこともある。過去の提供番組日本テレビ系列、TBS 系列富士テレビ、系列テレビ朝日系列テレビ、東京系列現在過去孫。 ありがとうございます。